こんにちは。オシロスコープの基礎、大気幅へようこそ。このプレゼンテーションでは、大気幅の指定方法、大気幅が重要な理由、そして特定の測定アプリケーションに必要な大気幅を決定する方法など、オシロスコープの大気幅に関する基本的な概念についてご説明します。基本的に大気幅は測定された振幅の角度に影響します。理想的なオシロスコープは信号の周波数に関係なく振幅、つまり電圧を正確に測定できます。例えば入力信号が 1V ピークツーピークの振幅を持つ正弦波である場合、理想的なオシロスコープは正弦波の周波数に関係なく 1V ピークツーピークの測定値を示します。一方、実際のオシロスコープは入力信号を異なる周波数でそれぞれ減衰させます。これはアンプやフィルターなどオシロスコープのフロントエンドのコンポーネントの特性によるものです。このため入力周波数が増加するにつれて測定された振幅値が減少します。グラフに示されているように、ほとんどのオシロスコープは特定の周波数まではかなり正確な振幅値を測定できますが、その後は角度が低下し始めます。したがって、ここでの質問は、このような周波数をどのように設定または指定すればよいのかという点になるかと思います。オシロスコープの大気幅は、正弦波入力信号の測定振幅が 3dB 減少または減衰する周波数として定義されます。これは振幅が約30%減少するポイントです。オシロスコープの交渉大気幅内の周波数であっても、測定された信号振幅は実際の振幅よりも低い場合があることに注意してください。また、オシロスコープの大気幅を超える周波数や大気外の周波数においては、振幅の測定角度が悪化する可能性がありますが、測定は可能です。大気幅はオシロスコープの最も基本的な仕様です。ヘルツで指定され、最新のオシロスコープの大気幅は通常約100メガヘルツから数ギガヘルツの範囲となります。オシロスコープの大気幅は特定の測定アプリケーションの要件に一致する必要があります。つまり、オシロスコープは信号の重要な周波数成分を十分な角度で測定する必要があります。これについては、このプレゼンテーションの後半で詳しく説明します。これらのコンポーネントがオシロの大気幅外、または大気幅のすぐ近くにある場合、いくつかの問題が発生する可能性があります。これらの中で最も明確なのは、測定された信号の振幅が不正確になるということです。また、それほど明確ではありませんが、重要な問題としては、補足された波形の歪みと正確な立ち上がり時間の測定ができないことなどがあります。まずは波形歪みから見てみましょう。不規範の信号を観測する際に、オシロスコープに十分な大気幅がある場合は、ディスプレイに不規範の信号が表示されるはずです。しかし、大気幅を下げると波形は不規範ではなくなり始めます。例えば、ここでは角がより丸くなり始めていることがわかります。そして、大気幅がさらに低くなると、元の不規範信号は滑らかな正弦波として観測されることもあります。この例では、大気幅が減少するにつれて全体の振幅値がどのように減少するのかもわかります。この不規範のエッジの丸みも不正確な立ち上がり時間の測定につながります。例えば、大気幅 100MHz のオシロスコープを使用して10メガヘルツ、1ボルトピークツーピークの方形波を見てみましょう。
かなり鋭いエッジが見られ、立ち上がり時間の測定値は9ナノ秒未満、ピークツーピーク電圧の測定値は1ボルト未満です。しかし、10メガヘルツのオシロを使用して、この同じ信号を測定すると、波形の違いがすぐにわかります。立ち上がり時間の測定値は28ナノ秒を超え、ピークツーピーク電圧の測定値はわずか854ミリボルトです。このプレゼンテーションの後半では、この違いが生じる理由と、特定の信号タイプに適切な帯域幅を選択する方法についてご説明します。アナログ信号を測定する場合に、適切な帯域幅を選択することは、実際には非常に簡単です。純粋な正弦波信号は、オシロの帯域幅以上の高周波でも測定することができます。波形の形状は大きく歪みませんが、帯域幅の制限が近づくと、振幅が最大 3dB まで減衰する可能性があり、帯域幅の制限を超えると、さらに減衰します。他のアナログ信号、つまり急峻なエッジや鋭い繊維のない信号の場合、通常深刻な歪みを回避するには、測定したい正弦波周波数の3倍の帯域幅で十分です。3倍の帯域幅を使用するということは、オシロが基本波、第2高調波および第3高調波を正確に測定できることを意味します。高調波については次のスライドで詳しくご説明します。この3倍ルールは通常 UART、SPI、そして I2C などのシリアルデータ信号をデコードするときにも適用されます。これらのプロトコルは区形波を使用しますが、データレートは通常十分に低いため、測定波形の角が丸くなったとしても、オシロスコープが信号を適切にデコードする能力に影響はありません。それではデジタル信号と対比してみましょう。私たちがデジタル信号について話すとき、通常は正方形または長方形の信号だけを意味するのではなく、高速な信号や鋭いエッジを持つ信号も意味します。これらは現代のアプリケーションでは非常に一般的なものであるため、正確に測定できることが重要です。すでにご存知の通り、区形波の信号は奇数高調波の合計で構成されています。そして区形波のエッジは奇数高調波の数が増加するにつれて、より鋭くなります。これが帯域幅を下げたときに角が丸くなり、立ち上がり時間が減少した理由です。急なエッジや鋭い角を作るのに必要な高次高調波がオシロの帯域幅の外側となるため、その振幅が正しく測定できないためです。したがってデジタルアプリケーションの場合、通常は最高クロック周波数の3から5倍の帯域幅を持つオシロスコープを選択する必要があります。これにより3次および5次高調波を正確に測定できるようになります。ほとんどの場合、デジタルアプリケーションはこれで十分ですが、7次や9次などのさらに高次の高調波も、立ち上がり時間が非常に早い信号測定においては重要になる可能性があります。ただし、高調波の振幅は次数が増加するにつれて減少し、一部のオシロスコープではこれらの非常に高い次数の高調波の振幅がオシロスコープのノイズフロアを下回る可能性があるため、測定できない場合があることに注意してください。帯域幅は測定された振幅が 3dB 減少する点として定義されますが、これではオシロスコープの
周波数応答特性については何もわかりません。言い換えれば、オシロスコープの大気幅に達成する前と後の両方で減衰はどの程度の速度で生じるのか。一般に、オシロスコープの周波数応答は、ガウス応答とフラットまたはブリックウォール応答の2種類のカテゴリーに分類することができます。ただし、オシロスコープの周波数応答は、これら2種類の形状のどこかに収束する場合があります。周波数応答が重要である理由の一つは、周波数成分が 3dB 帯域幅を超える信号に影響を与えるためです。例えば、信号のリンギングまたはオーバーシュートの量は、帯域幅が同じであっても、オシロスコープの周波数応答によって異なります。そして、これからわかるように、周波数応答も測定におけるノイズの量に影響します。まずは古典的なガウス周波数応答を見てみましょう。ほぼすべての古いアナログオシロスコープはガウス周波数応答であり、これは現在でも一部のデジタルオシロスコープで採用されています。ガウス周波数応答の最大の利点は、大気外信号の減衰がフラットな周波数応答のオシロスコープよりも少ないことです。これらの高次周波数成分はそれほど大きく減衰しないため、高速立ち上がり時間のより良好な測定が可能になり、区形信号のオーバーシュートまたはリンギングの量も減少します。ガウス周波数応答の最大の欠点は、ロールオフがより穏やかになるため、より多くのノイズがオシロスコープに入り込むことになることです。これに対して、多くのデジタルオシロスコープは、いわゆるフラットまたはブリックウォール周波数応答を搭載しています。このタイプの周波数応答を作成するには、バターワースあるいはチビシェフを含むフィルターを使用するなど、いくつかの異なる方法があります。実装には関係なく、フラットな周波数応答を持つオシロは、通常ガウス応答を持つオシロよりも大気内信号の減衰が少なくなります。言い換えれば、 3dB ポイントに達するまでは減衰がほとんどなく、その後は振幅がかなり急速に低下します。このタイプの応答の利点の一つは、より正確な大気内振幅測定が提供されることです。ただし、フィルターの種類によっては、通過帯域にリップルが発生したり、一部の周波数で不規則性が発生したりする可能性があることに注意を払うことが必要です。フラットな周波数応答のもう一つの利点は、ガウス応答と比較して大気外のノイズの量が減少することです。この図の灰色の陰影領域のサイズは、ガウス応答の領域よりも大幅に小さいことがわかります。最後に、周波数特性についてもう一点ご説明します。周波数応答曲線は、通過帯域または3dB 帯域幅周波数よりも下の周波数において本質的に平坦であることを示してきました。ただし、通過帯域は完全に平坦でないことが多く、様々な凹凸がある場合があります。これは振幅周波数応答と呼ばれる用語を使用して定量化することができます。具体的には、実際の通過帯域が理想的に平坦な通過帯域からどの程度逸脱しているのかを示す尺度となります。一般的な値は約0.5から 1dB ですが、これらの値はメーカーによって常に指定されているわけではありません。一部のハイエンドオシロスコープには、デジタル信号処理を使用して、
通過帯域内のこれらの不規則性を平準化する周波数応答補正機能が搭載されています。帯域幅の3倍から5倍のルールは、必要な帯域幅を計算する最も一般的な方法です。デジタル信号の場合、立ち上がり時間は必要な帯域幅を決定するもう一つの方法です。立ち上がり時間は遷移時間またはエッジ速度とも呼ばれ、通常信号がピーク振幅値の10%から90%に遷移するのにかかる時間として定義されます。また、アプリケーションによっては20%と80%の値で定義されている場合もあります。前日のように立ち上がり時間にも信号の高調波成分、通常は奇数高調波の関数です。したがって、早い立ち上がり時間、または鋭いエッジを持つ信号を正確に測定するには、オシロスコープにはより広い帯域幅が必要となります。したがって、必要な帯域幅は立ち上がり時間の逆数にスケーリング係数をかけることで計算することができます。この係数はオシロスコープの周波数応答の形状によって異なります。通常、係数の0.35はガウス周波数応答のオシロスコープに使用され、0.4から0.45は平坦な周波数応答のオシロスコープに採用されます。値が高くなっているのは、高周波成分を正確に測定する必要があるためです。多くの場合、この係数の正確な値は、オシロスコープの使用、またはデータシートで確認することができます。立ち上がり時間が役立つ理由の一つは、立ち上がり時間が高次高調波の寄与を含んだ単一の数値であるためです。3から5倍の帯域幅ルールははるかに単純ですが、信号の周波数成分についての知識があることを前提としています。これは正方形または長方形の信号の場合は比較的簡単に理解できますが、より複雑な信号の場合はそれほど簡単ではない可能性があります。では、複雑な信号の主な周波数成分をどのようにして決定するのでしょうか。オシロスコープは基本的に時間領域の計測器ですが、最新のオシロスコープには取得した波形に対して FFT、つまり高速フーリエ変換をすることにより周波数領域の解析を行うことができるモデルがあります。この機能を使用することで、スペクトラムアナライザーと同等な結果を得ることができます。つまり、電力対周波数のプロットです。これにより、周波数成分を定量化し、重要な周波数成分がオシロの帯域幅内に収まるように、帯域幅を選択することが非常に簡単に行えます。これは、デジタル信号を調べるときに非常に便利ですが、低速信号やアナログ信号の周波数成分を解析するのにも役立ちます。ここまでオシロスコープの帯域幅についてのみ説明してきましたが、測定システムは実際には2つの部分、つまりオシロスコープ本体だけでなく、プローブやその他のケーブル、フィクスチャ、あるいはアクセサリー等で構成されているということを覚えておくことが非常に重要です。これらはそれぞれに独自の帯域幅があり、入力信号を測定するとオシロスコープに表示される結果は、実際にはプローブとオシロの両方の帯域幅の関数となります。これが測定系全体のシステム帯域幅です。簡単な式を使用して、オシロとプローブの個々の帯域幅から全体のシステム帯域幅を計算することができます。システム帯域幅は非常に重要な概念です。
多くのケースにおいて測定はオシロスコープの大気幅ではなく、システム全体の大気幅によって制限されるためです。オシロスコープと同様に、プローブには仕様の一部に大気幅があります。プローブを選択するときの経験則は、プローブ大気幅はオシロスコープの大気幅の少なくとも1.5倍以上が必要であるということです。つまり、特定のアプリケーションにおいて、1GHz のオシロスコープの帯域が必要な場合は、1.5GHz の帯域幅を持つプローブを選択する必要があるということです。また、オシロと同様に、プローブにも帯域幅のロールオフ、または周波数応答があります。したがって、オシロスコープよりも広い帯域幅を持つプローブが必要な理由は、プローブ帯域幅が大きいほど、より多くの信号成分がプローブの平坦な周波数応答領域内で測定できるということです。ほとんどの場合、数百メガヘルツ以上の高帯域な測定にはアクティブプローブが必要です。また、最近のパッシブプローブには1ギガヘルツ以上の帯域幅を持つような製品も出てきています。このプレゼンテーションを通じて、特にデジタル信号を観測する場合、一般に帯域幅が大きいほど望ましいことが分かりましたが、場合によってはオシロスコープの帯域幅を意図的に減らすことが有効な場合があります。これは通常、オシロのインターフェースを通じてユーザーが設定することができます。オシロスコープの帯域幅を減少または制限する主な理由の一つは、これにより高周波ノイズが減少し、より小さい信号の測定が容易になるためです。帯域幅を制限することは、特定のコンポーネントを指定された帯域幅で測定を行う場合にも役立ちます。最新のデジタルオシロスコープで帯域幅を減少または制御するには、3つの方法があります。これらのうち最初の2つは、オシロスコープ自体に組み込まれているアナログフィルターとデジタルフィルターを使用することです。3番目の方法は、高分解能モードと呼ばれるもので、分解能や角度を向上するために、あえて帯域幅を減らします。最後にまとめです。帯域幅は最も重要なオシロスコープの仕様の一つです。これは測定信号が 3dB、 つまり約30%減衰する周波数として定義されます。さらに、オシロスコープの周波数応答、つまりガウスやフラットなどの特性も測定結果に影響します。測定する信号の種類に応じて十分な帯域幅を確保することが非常に重要であり、一般的なルールとしてオシロスコープの帯域幅は最高周波数成分の少なくとも3から5倍である必要があります。デジタル信号の立ち上がり時間を使用して必要なオシロスコープの帯域幅を決定することもできます。また、オシロスコープの FFT 機能を使用して周波数領域で信号を観測すると、信号の最高周波数成分を決定するのに役立ちます。最後に、オシロスコープは測定システム全体の一部であるため、オシロスコープで使用されるプローブ、ケーブル、あるいはフィクチャーなどの帯域幅も測定結果に影響を与えることを覚えておいてください。これでオシロスコープの基礎、帯域幅を終了いたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。